AIS 正面オーストラリア国立スポーツ研究所は、オーストラリアキャンベラに本部を置くスポーツ競技者の養成機関研究所、オーストラリア連邦政府の機関である、日本の国立スポーツ科学センターのモデルとなった、1981年設立、オーストラリアの政府組織、スポーツ観光省スポーツ委員会の組織下に置かれる、 キャンベラ郊外のブルースには65ヘクタールに及ぶ広大な敷地の中に最新のトレーニング施設300人が宿泊できる施設などがあり約70名のコーチを含む200人近くのスタッフが働いている現在男性女性にクラス分けされ26のスポーツ競技で35のプログラムが運営されている小学生制度も整っており 幼少期からのエリートプログラムも特徴の一つである。2001年に冬季競技専門の機関、オーストラリア冬季、研究所オリンピックウィンターインスティチュートオブ、オーストラリアの発足、2005年には ASC が主導する子供の体力向上、肥満解消プログラム、アクティブアフタースクールコミュニティアクティブアフター、スクールコミュニティーズを指導させるなど、AIS を中核とする。 新しいプログラムの開発にも意欲的である。そもそもは1976年に開催されたモントリオールオリンピックでオーストラリアは金メダルを一つも獲得できなかったことに橋を発する。この事実に衝撃を受けたオーストラリア政府の主導によってフィジカル、メンタル両面を科学的に研究しトップアスリートの発掘、育成を目的とする。 機関 AIS が1981年に創設された。2000年にシドニーでのオリンピック開催が決定すると、シドニーオリンピックのメダル獲得に照準を合わせて、プログラムを組みヤンソープをはじめとする AIS で、トレーニングを施された選手たちが活躍。金メダル16個、銀メダル25個、銅メダル17個、計58個のメダルを獲得した。 この数字はアメリカ、ロシア、中国に次ぐもので、スポーツ大国の面目を回復するとともに、AIS の能力の高さを世界に示した。2004年開催のアテネオリンピックにおいても、金メダル17個、銀メダル16個、銅メダル16個、計49個のメダルを獲得し、再び第4位のメダル獲得数を誇っている。現在は、 各国で科学トレーニングの重要性が認識され、AIS のような機関が相次いで設立されていることから、オーストラリア政府への予算要求の際には、日本や韓国などのアジア諸国、イギリスなどのヨーロッパ諸国を競合するライバル国として挙げている。オーストラリアンルールズフットボールは、トップリーグ AFL との提携の元1997年から部門を形成している。 AIS フットボール部門からは、オーストラリア代表の中心選手のみならず、オーストラリア生まれながら、クロアチア代表に招集された、アントニー・シェリッチとヨシプ・シムニッチ、J リーグでも活躍したネディ・エリコ・ゼリッチと、多数の有能な人材を排出し、顕著な功績を残している。その多くは、欧州サッカー連盟に加盟する、国内リーグで活躍している。また、 サッカーオーストラリア女子代表の強化の中心的な役割もになっている。バスケットボール部門もアンドリュー・ボーガットをはじめとしてパティ・ミルズ、ジョー・イングルスなど多くのスター選手を輩出してきた。女子は国内トップリーグである WNBL にチームとして参加。ローレン・ジャクソン、ペニー・テイラーらが活躍した。ありがとうございます。